はい、最後の仕上げをしていきましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、ちょっとね、今日暗めなんでちょっと画面心配なんですけれども、昨日このはいはいペン入れですね、無事にガマ口がつきまして形にはなりました。で、形になってこれでね完成でもいいんですけれども、ちょっとそれじゃあね、ちょっとこれ次女が使うので、それじゃちょっと面白くないなと。もう母ちゃんは常にお前には受けを狙いに行きたいぞって思ってまして、ちょっとここから飾り付けというか最後の仕上げですね、をしていきたいなと思います。もうここにね、ちょっとカラフルな糸を用意しましたけれども、なんとなく、ね、皆さんお分かりになってると思いますが、まあやっていきましょう。で、まず、この何とも言えないベージュ系の糸ですね。ベージュ系の糸を使いまして、ただただ円を作っていきます。なんとなくね、なんとなく皆様お想像通りでございますって感じなんですけど、で、これね、細い糸の、綿の糸なので、3号針かなと思ってます。3号針で、何目で始めよう。8目ぐらい6目でもいいかな。6目で始めて、で、こっからちょっと円を、普通に円をね、編んでいくので、もうそこら辺はもう常々やっておりますので、まず最初はここから1目に対して2目の増し目で1段。今日は細かいパーツを何個か作って、それを最後合体させていくって感じですね。で、次の段が、はい、1つ目のところは1、2つ目のところに細編み2目の増し目ですね。1つ飛びに増し目を入れていこうと思います。はい、次の段は3つ目で増し目なので、ちょっとねこうカクカクしないように2個目に増し目をしようかな。ちょっとこの増し目の部分をずらしていこうと思います。で、こっから12、3の時に増し目。これはね、まあ、1目2目ちょっと辻褄が合わなくったって、私は気にしません。なぜならこれはこの丸い状態で使うので、ここからね、なんかどっかと合わせなきゃっていうんだったらちょっと考えますけど、そこまでしなくてもいいんだったらもう全然気にしないタイプでございます。で、次は、4の時に増し目になるかな。これ何個ぐらいやってるか。まあ、とりあえずこうやって1個ずつ増し目のするポイントが横にずれていくってことなので、1、2、3、4の時に増し目です。結構ね、今回ちょっとこの円は大きめにしたいなと思い、もうちょっと大きい、このぐらい、こう今 4で増し目、1、2、3、5段目ですよね。この倍、10段ぐらいは何体かな、今日10段。10段までいかなくていいか、6、7、8段ぐらいまでいきたいかなと思っているので、まあそこまでね、こうやって徐々に増し目の部分を増やしていこうかな。はい、次5の時に増し目で、次6の時に増し目だ。あ、このぐらいでいいかな。全部で1、2、3、4、5、6、7段。7段で、はい、ここにつくと。もう、あって、あってなりますよね、皆さんね。はいはい。これで OK かなと。ここから、はい、8段目にね、行くのに、よいしょ。ちょっとこの青、ちょっとくすんだ、青の糸で、2周ぐらい。したいなと思っております。次は7の時に増し目っていう段と8の時に増し目っていう段をこの水色のやつでやっていきたいと思います。はい、これで1個目のパーツが、よいしょ、ちょっと最後長めに取っておきましょう。はい、1個目のパーツが完成いたしました。ようやく。はい、全部でね、要するに単に細編みで丸を8段
違う、1,2,3,4,5,6,7,8,9 段編んでるだけなんですけれども、これが一つ目のパーツでございます。んって感じですけどね。はい、でもう一、はい、次のパーツを作っていきましょう。これはですね、これは普通に細編みで円を作っていくんですけど、これも6目スタートですね。可愛くなるかな、これ。なんか作ってる今の時点ですごく可愛くないんですけれど、大丈夫かな。この時点で可愛くないんだけどな。どうしようかな。で、ほっぺたをピンクで。ちょっと白目怖。おお、怖。白目怖いよ。と、ピンクのほっぺをつけて、まあ、基本顔のパーツ丸が多いと思った方がいいかなと。まあ、丸ばっかり作るみたいな感じか。なんだろう、白いのがメガネに見えるから可愛くないのかな。ガリベンくん、牛乳瓶の底みたいな、ガリベンくんみたいなイメージがあるから悪いのかな。白目いらんのか、もしかして。もしかして白目いらない可能性あり。大、黒い糸で黒目も作ろう。黒目で、黒目ちょっと怖いかな。怖、眉毛ついたとしても怖いかな。怖い。なんで私が作ると怖いんだ。白目ない方が可愛い。いやなぁ、どう、悩むとこですね。また悩んでおりますよ。丸い目もね。まずはじゃあちょっと違うことをやりましょう。これでちょっと置いとこうかな。ちょっと置いといて、これは後で最後どうするかは決めたいと思います。とりあえずパーツは作っとこうと思います。で、ここでですね、顔と同じ色ですね、ちょっと持ってきまして、ここで6目引き抜き編みをして、で、2目ずつちょっと増し目をして円を大きくしていきます。最後引き抜き編みの時に、さっきのちょっとくすんだ水色くんと糸を変えて、ここで普通に細編みを1,2,3か3か4ぐらい、4だな。4目編みます。4目編んだら鎖編み一つしてくるっと回して、ちょっとこれ帯状に5段ぐらいかな、全部で1、今これ2段目ということで、別に3何段かな、3段で7段だ、7段ぐらいいるかな。全部でこれ細編みが7段になるぐらいまで、そうするとドラえもんの手っぽくなります。手つけちゃおうと思ってね。で、手って感じですね。顔をつけて、ここを顔を切ったら手もつけようと、なんて言うんでしょうね、イメージ的にはですよ。イメージ的にはこういうところにこういう状態でこう着ぐるみ着てるみたいな。絵がやばいけど、こういう状態です。顔を出してる状態、着ぐるみから。それを目指そうかなというところで、こんな状態になっております。まあこれはこれで、もう一個作って、もうね30分超えてるんでね、急がなきゃ。はい、一応大きなパーツはこんな感じで
こんな感じでできまして、顔を作っていきたいんですけど迷ってますね。ほっぺさん作ったよ。やっぱこう白目ない方が可愛い気がするからこれでいくか。まあ、とりあえずまずはこの本体、これ大きいのねつける前にこの顔の中を完成させなきゃいけないので、糸始末しながら顔の方を完成させていきたいと思います。まあいろいろと顔作ってこう。はい、ちょっと前髪作ってみました。はい、ただ刺繍みたいにこうこっち短めでこっちちょっと長めっていう。前髪作ってで次ほっぺだな。ほっぺつけていこうか。はい、ほっぺたつきました。おっからなんだよな、なんかな、なんか納得いかないんだよな。まあ、あーなんかこっちの方がそれっぽい気もするな。よーいろいろやろう。これにしようかな。ちょっとドラって感じで、目作ったのに意味ないじゃんみたいなね。いやこれでもいい、なんか可愛すぎる気がすんだよな、あの人が持つには。こうどうだこれで、ほらドラ。危険だな。はい、まあこんな感じで、よいしょ、あ、いいんじゃないか？私の中では、あれですよね。過去最高の可愛さだと思っておりますよ。今までのがひどすぎるんだけどね。今までのがひどすぎるんだけど、いや、いい感じになったと思います。あとは、各々糸始末をしまして、全体的に、本体の方につけていこうと思います。長かった。いやー、今日は力作だよ。こんなことないよ、私の中でなかなかまともにできることなんてないからね。わかんない、うちの娘から、ってお母さんにしては、作り、なんか上出来すぎてお母さんっぽくないって言われる可能性大です。ではまあ、ここに顔がね、ここに顔がドーンってくるとしたら、この下のこのちょうどしましまのあたりに来るんだな。ということで、ここら辺、本体の方に、縫い付けていこうかなと。いやまあ悩むこと。ああでもな、黒い目も捨てがたいな、やっぱりな。どうしようかな、まだ悩んでおります。なんかこれ以上いじるととんでもないことになりそうなので、いい加減決着をつけましょう。よし、あとはこれを、はい、ここにつけるだけですね。よっ、本体の方に、はい、つけていきますか。できたー。もうね、ほら、こんなイメージからこんなに可愛くなりました。いや、腕が上がったな、私。腕上がった。おかしい。このイメージがおかしいんだけど。できましたね。この、なんとも言えない、こう、授業中に眠りを誘うような。寝るか？寝る？眠いだろ？寝ようぜ、一緒にっていう、このね。なんとも言えない悪の誘いをしている最中みたいな。そんなポコポーチになりました。だから先生、
こう見られたくない時はね、裏側にしといて、まあちょっと大人っぽいんじゃない？だけどこうちょっと語りかけてくるような、ちょっとだけね、まあ中学生が持つのでこのぐらい可愛くてもいいかなと思っておりまして、まあ、こういう形のポーチにしました。全然ね、この大人っぽさどこ行ったって感じの出来上がりになりましたけれども、はい、これで普通にペンも入るし、ようやく完成となりました。一番大変だったのはここ、やっぱりここかな。ここを縫い付けるところとここだな全然こっちの本体編むところでは苦労しておりません。というわけでペンケースの方完成ということで、また明日また違うことをやっていこうと思います。それではまた。じゃあ。